今日覚えていただきたいのは、重心のポイント以外を握ったら、ここでもここでもここでもフォースをかければプレイヤーが意図しないローテーションが発生するっていうことなんですよ。こんにちは。タスクゴルフチャンネルのタスクです。水木です。この番組ではゴルフサイエンス番組というコンセプトで、ゴルフプロ、レッスンプロ、最速で上達したい全てのアマチュアの方に役立つ情報をお届けしています。今回はローテーション by Jacobs 3D です。前回めっちゃ難しかったんですけどごめんね。そう、ここね評判悪いんですよ繰り返しになりますけど、これって別にこの言葉自体が重要なわけじゃないんで、ただゴルフのクラブはその物理学的に理解しなきゃいけない部分があるということですね。で、正確にきちんと理解するようにすると、やっぱりその言葉っていうのが大事になってくるということなので、水木プロのようなプレイヤーとかですね、いや実際ゴルフを楽しくやりたいという方は別に言葉をね覚えたりとか、そういう必要は実際はありませんので。ということで今日はローテーションの話ということになります。ゴルフクラブはですね、重心があるということですけど、実際ですね、この重心をですね握るとですね、結構微妙に扱えるんですよ。それわかるよね。なんとなくで、こう例えばここの重心ポイントを握ってさえいれば、かなり微妙に、例えばここにボールがあって、例えば5度向こうに打ち出しなさいとか、微妙なことってすごく簡単にできるんですよね。しかもほとんど力がいらない。でこれがその重心を握るということなんですよ。ね、じゃあグリップ何でもつんで。そうです。ゴルフってここ持つじゃん。重心持たないんですよね。でこれ実はゴルフはこのグリップを持つから難しいんだけど、それと同時にすごい距離を得られたりとかするんですね。それはゴルフクラブの特性なんです。実際はですね、この重心を持てば比較的簡単に、できるものをわざわざここを握るということはですね、このシャフトを使った力学的なですね効果なんかも含めて、圧倒的にこのゴルフのこの重心を握るよりは、グリップを握ってスイングした方が圧倒的にボールが飛ぶわけですね。なので、どうしてもこのグリップのポイントを握らざるを得ないということなんですよ。握らざるを得ないんですね。そう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 。ただしここを握ることによってですね、すごくゴルフクラブの扱いは難しくなるっていうことなんですよね。でこれが今回のお話です。でローテーション、これはですねちょっとご説明しますね。例えばこのゴルフクラブの重心点を持って、このベータ軸方向に、こちらはポジティブ。ベータ軸方向にポジティブベータフォースという直線運動をプレイヤーがかけます。そうしますとこういうことですね。そうするとですね、このクラブのヘッドもグリップも全部直線に平行に置きます。だからプレイヤー自らが、例えばここのポイントを、重心ポイントをポジティブベータフォースをかけて20センチ動かそうとしたら、クラブは平行に全てが20センチ動くんですね。これがフォースですね。でもこのグリップを持つわけですから、でここを持つわけじゃないじゃないですか。だから実際このグリップを持った途端に力学的なですね結論が変わるんですよ。実際ここを持って同じことをします。ポジティブベータフォースを20センチかけますということになると、遅れてくる。そう遅れるでしょう。クラブは遅れるんですよ。で遅れる時に何が発生しているかというと、こういうことですね。ってことは回転運動発生しないね。直線運動をかけるんだけど、こういう回転運動も起こってしまうということですね。これがローテーション。トルクってあったじゃないですか。同じようなことをトルクでもできるんですよ。ですよね。要するにこういうことでしょ。これはトルク。これプレイヤーは自らがグリップでやっている回転運動、トルク。意思的にやってること。それに対してフォースをかけるけど回転運動が伴う、うん、こちらはローテーションというんですね。なのでプレイヤーが自らやってる回転運動はトルク、うん、フォースに起こって引き起こされる回転運動、これはローテーションという言い方をします。よってこの同じように見えるこういう動きでですね、うん、そのエネルギーの発生源はですね実際は違ったりするんですよ。まあ、今日覚えていただきたいのは重心のポイント以外を握ったらここでもここでもここでもフォースをかければプレイヤーが意図しないローテーションが発生するっていうことなんですよ。それが一つポイントになります。はい、最近コーチ習ったでしょ、はい、で今どういうとこ直せって言われてる？トップ上げる上げ方、うん、直されてます。あ、どういうふうに？こうなんていうのかな、上げちゃう。レイドオフが肘が外向いて、外向いてる。ああ、なるほど。こうやってレイドオフになっちゃう。で全然クラブが使えない。それもね一つローテーションの一種なんですよ。うん、これ実はこういう形で上げていくと重量があるじゃないですか。ゴルフクラブの、はい、重量の結果こう落ちていくっていうのも、うん、これも実はローテーションなんですね。でローテーション発生するっていうのはですねこのフォース、うん、この自分がかけてるフォースの結果のローテーション、あとそれと実際の重力の結果こう入ってくることもローテーションの一種。ローテーションっていろんなところで発生するんです。で例えばアマチュアのプレイヤーって一緒に回ることあるよね、はい、あります。でその人たちのスイングの特徴ってどんなところがある？なんかもう手がねすごい体の近くに。ああ、そうそうそう、それはまさに、あ、それはすごく似てるんですよね。それはですねこのローテーションの話だ。ゴルフクラブってまあテイクバックのところですね。これは実は P1 っていうポジション、それこのシャフト軸が地面平行 P2 ってポジションになりますけども、このP1 から P2 のポジションってこの重心はですね綺麗にこういう形で上がるべきなんですよね、うん、ゴルフクラブっていうのは。でそういう中でアマチュアの方って割と結構の方がこうなるんですよ。そうそう、こうやってインに入っていくじゃない、うん、うん、インに入って持ち上げて持ち上げて最後にこうなるみたいな人いるでしょ。オーバースイング、オーバースイングなんでしょ、うん、でその第一歩って実は本来はここに行かなきゃいけないのに、うん、こっちに行くってことは何をしてるかっていうと実際は本来の位置、うん、ここを通すのが正解とすればですよ、はい、こうすると実際アマチュアの人はこうやって、うん、このクラブをリフトさせてるってことですよね、ここに、うん、でもリフトさせてるってことはこのアルファ軸方向への、うん、フォースをかけてるってことなんですね。ポジティブアルファフォースをかけてる。そうするとこのグリップポイントにこのフォースをかけると実際はこういうローテーションが発生しちゃうんですよ。ポジティブアルファフォースをグリップポイントにかけてリフトをしようと思ったら自分が思ってるほどクラブヘッドは上がっていかないんですね。それはなぜかというとこのグリップポイントにこういうフォースをかけます。うん、フォースをかけるんですけど直線運動をグリップにかけると、うん、こういうヘッドを送ってくる、そう、うん、下に垂れちゃうっていうローテーションがかかるでしょ、うん、これはベータ軸上のローテーションでこっち方向はポジティブなのね、うん、だからポジティブベータローテーションでかかっちゃうわけ、うん、なので実際はプレイヤー自らはヘッドを持ち上げて持ち上がってると思ってるんだけど実際は、うん、ローテーションからって持ち上げてないっていう状況。あ、手元だけが。だからこう。ああ、よく。そう。だからその時に何をしなきゃいけないというと、このフォースをかけます。アルファフォースかけます。ベータローテーションします。うん、そしたら実はこのグリップで、うん、ベータトルクでカウンター当てなきゃいけない。ああ、トルクか。そう。うんうん、アルファフォースかけます。ベータローテーションします。うん、それをトルクで抑えてここに持っていくってことですよね。なるほどね。うんうん、だからテイクバックの時もまあダウンの時もそうなんだけど、うんうん、フォースをかけると必ずローテーションが発生するんですよ。でその時にどういうふうにトルクを使って操作していくかっていうことの実際はこのゴルフのスイングというのはですね、うん、連続だと。じゃあトルクって大事なんですか？トルクも大事です。うん、トルクはほとんどのケース、うん、そのいらないそのフォースによって発生したローテーションを、まあ相殺している、いくってことに使えることがまあ多いですね。これがローテーションの話です。皆さんご視聴ありがとうございます。タスクゴルフではゴルフサイエンス、Jacobs 3D のですね情報について公式 LINE でですね情報発信をいたしますので、ご登録いただければと思います。まあ今回のまとめはですね、アルファ、ベータ、ガンマがあって。フォースとトルクとローテーションがあるってことですね。そうそうそう。プレイヤーが与えているということはですね。その、フォースとトルクですね。直線運動と回転運動。それには方向が2つあるわけですよ。で、さらに、フォースをかけるとローテーションが発生すると。しかもアルファ、ベータ、ガンマって3方向あるということなんで、大変な掛け算を。スイング中に起こしているということですね。これはただ単に力学の話で、そのスイングは1秒ぐらいで終わっちゃう話なので、それを考えてスイングするわけ全然ないんですけど、ただこれって避けられない現実ということになります。